さあやっていきましょう。本日は極み高校夏の甲子園大会の2回戦、はい、東がね最後の年、しかもね、優勝すれば総局十分優勝候補の、名門極み高校としてですね、ここは落とせない一戦1大会なんですが、堀、太田どうしますかね。次回の主人公って考えたら太田くんだから太田くん見た方がいいですかね。まあそうね、今後はこいつを中心に回っていくと思うよ。こいつホームランも打ってほしいしね、そろそろ。相手の原さんサードということですね、おそらくは。一丸となって結構ですね、皆さんの指示に対しての経験値 の把握がすごくてですね、教えてもらってるんですけど、高橋天才はですね、打たせてそれの指示をすることによってスタミナが上がりやすいと。なるほど、そうなんだ。そう、まあ、今多分内角中心とかで、ストレート速球中心にしてるんだよね。ああ、それは球速とあと内角中心でコントロールが欲しいからやってるんだけど、確かに早めにスタミナ上げちゃって、そんでさ万能にするのが一番いい気がするよね。天才なんだもん、あいつは。だって東を超える予定だからな、お前は。だから打たせて取れがスタミナ上がるよっていうのを教えていただきありがとうございます。そうなんだ。今日やれたらやってみたいなと思います。相手のピッチャー小杉くん140キロの AB カットボール、パワーカーブ、スクリュー、ツーシーム、ファースト。相手の強さのね、何角形、六角形ぐらいのやつが、はい、極み高校と全く同じだった。井口さん天性プロ、じゃあ同等の相手ということですね。 そして4番の顔が絶対にもう原さんでした。いや、こんな高校生いてたまるかよ。目つきギラギラ原さんでございます。原さんは今シーズンも続投ですもんね。そうだっけ、あれ辞めたいけど辞められないみたいな。ああ、はい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 、なんかカッパエビスみたいな状態そうそう、カッパ原ですからね、これカッパ原太田さあ、まあ太田もね、引っ張りでも打ってれば流しでも打ってると、そしてセンター返しでも打ちますよ。全部5なのであなたのお好きなやつを選んでください。今日の運勢を習う、安牌のセンター。第9、引っ張りでホームランね、打つ人がね、やっぱりいてほしいからね。やっぱプルヒがないとなーって感じ。第2球、防御率えぐいなこいつ。投げました、打ちました。引っ張り気味の打球、ショートライナー、悪くはないけど、はい、左だからな、持ってたからな、もうちょっと打ってほしかった。原さんがまとめてるような感じには、監督やん、あれ後ろのやつの方が選手やろ危ない、ファブ、危ない、あ、ナイス。どっち、これどっち、これまた青チームか、また青青青チームの K が多いんだよ。パクんな、マジで昔の極み高校みたいなもんだよな。ランナーは堀君、走力極みの走力 S いきます。盗塁から始まります。おお、危ね、いいキャッチャーだね、まあ、堀君はどんなキャッチャーでもどんなピッチャーでも基本行かないといけないから見なかったけど、クイックが C ですと。そしてキャッチャーの能力はキャッチャー良かったっすね、藤原君。肩 C、 じゃあ肩 B の送球 C、うん、なるほど、まあ、これはいけない人はいけないな。ま、そんなやつやも勝てる、あいつが強いということで。さあ太田チャンスだぞ、ここは 4-4 と低いですけど、どうしますか。一回流したいけどね、流しましょう。今度は流したいけどね。あいしょ、打て、ホームランを弾道よ。打つときは確定だよね、この子大体吹っ飛ばすよな。それが弾道極みのいいところでもあり、流し打ちっていうとインコース投げられる、1点しか取れない。ホームラン、久保田にホームランが生まれました。さあプロ野球に誰が行くかというドラフト争いもしております。久保田がまたアピール、むしろアピールできていない堀宮園が危ない。危ないね、流し打ち。お前もなんだ、そんなに引っ張りたいのか、お前は。さっきから詰まってんだよな。あと太田はダメな日はダメっていうね、打つ日は猛打賞マルチアンダー打ちますけど、ダメな日はダメっていう、今日はそのダメな日の方なのかもしれません。投げた、おそらくダメな日でしょうね。もう調子極端なんだよ絶対。これでワンアウト、左バッターになる、こっから、うん、ここまでやっといて、なんか左バッターの方が打ちそうな気がする。7回裏攻撃、ワンアウト一塁、中原君1年生ですね。1年生で唯一のスタメン張ってます。盗塁日ですが、これは走れませんね。ちょっと厳しいね、盗塁1だし。これはちょっとな、前回といい今回の甲子園は苦戦するかもしれないな。あ、これ出しちゃいましょうか、もう7回ですもんね。堀は村田君行くしかないか。トレビアある分堀より強い、さすがにいけるでしょ。あ、間違えたー、これが負けてしまうんでした今日、残念。何代打してんねんお前、アホか。お前代打なわけねえだろ、ヘルメットかぶってバット持つなお前は
やってしまったー。こいつはバットを触れるの禁止で出さないんだな。もうセーフティーバントするしかないか。いやセーフティーバント数値弱いなー。で次9番で東で絶対帰れないって考えるとな。田中来い。あ今代打、うん、で村田の方が強いんだな。いやこれねー申し訳ないんだけど村田守備行くしかないんだよ。弱いんだよ他の守備が。あ三原は一応守れるけど弱いし、まだ2回あるって考えるとやってしまったな。まあ、久保田外野に行ってサード、いやサード田中も怖えな、無理だな。あ一応できるか、一応セカンド、あ一応できるわ。田中何しても打つなら滋賀っていう話もあるけどね。まあどっちでもいいな。でもお前も C 打てるんだけどね。才能がない、才能がないんだよね。これゲッツーの未来が見えるよ、こんな足速いのに。まあ見てやるか村田、お前も来年は打たないといけないからな。転がすと流しどっちがいいと思いますか。やっぱ足を生かすには転がせ。第9、まあ、しょうがない、これならゲッツー崩れで村田くんが出て、であの村田が盗塁して成功すればバントしたみたいな感じだから。でもバントもクソもダイソーしてればワンアウト二塁のチャンスが作れたんですよ。そこは見ながらとこで投げた。こいつが打ってくれなきゃ俺の失敗の穴を埋められない。盗塁したけど三振しちゃったっていうことになります。投げた。頼め頼め。次がラストボール。ボール球打ち上がってこっちしょうが。いやダメだな弱いな。ワンアウトでこのチャンス作れるはずなのに。うわーこれ負けらんねえぞ。これ負けたらマジやべえ。村田が一番ショックだったんだもん。えって村田準備はできてんなと思ったらさ、あの靴紐とかさすげえ、こりゃ負けらんない。いきなり代打村田当たれば酔ってんですか監督。昨日飲みすぎちゃった。第3球を投げました。ストライク。ボール球振っていくねあんたたち。まあ2点リードしてるとはいえ、まあ一応まだ必殺魔物がまだ残ってるとはいえ怖いっすね。第5球投げました。見送りファーボール。バッターはトップに回復する。転がすかな。闘魂も面白い。闘魂で転がすかな。さあこいつのセンター前をやるでしょう。で木村がなんで走んねんだよーって言ってね、あのツーアウト満塁だって宮園が三振で今日のキャリーとかどうした。今日もう本当になんかもう指がヒットエンドラン。危なよく堀打ってくれたな今。危なかったぞ。強振転がせいきましょうかね。ちなみに堀くんは忘れられがちですがラインドライブ持ってるんで強振指示はできるんですよね。あそうなんだ。忘れられがちですけど鎌倉ここは引っ張りに警戒します。打ったピッチャー。さあどうだ、さあどうだ、さあどうだ、はい。さあここまでは俺の言う通りです。宮園くんが三振するっていう可能性があります。ふぅ2三振です今日。ここはミート使ってもらいてえな。そうね、回避よりビーム発動中。わーっとね、追加点いただき、いただきうっそー。これもうダイソーしてれば取れたやんてー。まずいって原さんにホームラン打たれて1点差、9回に逆転されて3対2。やめろそんなの。原監督は言った、野球っていうのはミスの積み合わせで負けるんだ。その通りだな。今あいつはミスを犯した。そうだな。チャンスだ、グータッチ、イエーイ。あ、三振三振アウト、よかった。そういったもののあいつのピッチャーが強すぎて無理。あーよかった。ここは結局こいつは何だったんだ。まあ転がせてみようか。じゃあダメだ、もう弾道極みだけは転がせできないですね。やっぱフライ上げることに困ったな。それが目標なんで。スランプ時は転がせしてさ、打つっていうのがいいかなと思ったんだけどできないとは。じゃあそれ流しだお前、野球の基礎学べお前。ピッチャー返しすることによって野球の基礎を学ぶんだ。お前は命令を無視するんじゃない。原さんやってるね。原さんミスの積み重ね。原さん原さんミスの積み重ねってやっちゃってますねこれ。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。これ太田くん盗塁 B 持ってますけどね、相手かなりいい能力持ってるかな。危ないよねちょっと。ちょっと危ないですね、さっきみたいに外されたら。まあここは岡本得意の流し打ち。岡本もコメントあります。インコースヒッター持ってんだから引っ張らせてあげてっていう。引っ張んないんだなこれが。どうしますか。じゃあ引っ張ってみようか。第9投げた。そう、うわそれを打たなきゃ。インコースヒッター持ってるぞっていうだけで実はインコース打つのが苦手な男。どういうこと。低め。僕も何も信じられなくなるんだけど。名目上いやアウトコースって引っ掛けちゃうんでしょどうせ。あなかなかいい当たり。うん詰まっちゃった。噛みました。ランナー一塁に戻ります。だからラスト打席かこれ8回のラ早いな。どうする。何は魔物は魔物一応使うっていう話があるのか。ここでこの回で蹴りつけた方がいいのか、それとも高橋投げないといけないか。まあ魔物で考えたら、あそう高橋投げたいね。
まあいいや、裏もあるからまあ持っとくか。持っといていい気がするな。久保、そうだね。で9回の表に高橋投げて、もしも打たれちゃって3対2になった時に発動すればいいか。まあそうだね、ヒット5本。正直この打線に対して東の力ってもう格違いみたいなね。モーガン大佐と多分カイドウが戦ってるみたいなもんだと思うんだよね。小指で殺されそう。久保田はじゃあ何に指示しましょうか。9回の裏に魔物は残しておくということにして、今日は右にホームラン1本打っておりますね。引っ張ってますね。引っ張ってみるか。広角打法だから引っ張る場合はミート身長、これでいいですかね。もう逆にね、ちょっと今日は逆張りしてみようかな。まずはアウトコースため、正直言って相手の小菅君も小菅君もね強いんでね、あんま大量得点できそうな雰囲気じゃないよね。こっちもよう打ったなって感じよ。お前第3球を投げた。はいやったよ、はいやった、はいやった、はいやった、光線、はいやった、はいやった、はいやった。今日2回まあ8回の裏が終わりまして、2点差で高橋出すのクソ怖いけど、あいつだってこの間だって投げさせてみたら全部芯で取られてたんパン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 って。まずはどっかに置いとくのが吉か。まああとぐらい取っとくか。いや変えちゃいましょう。とりあえず伝令でスタミナ上げちゃおう。いやいやいや、そういう意味がなくね、変えちゃうの。いやもう意味ずっとあれだけど、ずっと上がったままだけどね。東降板、天才出場、急成長入ります。さあここを乗り、ものすごく盛り上げれば使いたい、守備に気合を入れます。今日ここで、今日ここまあ頑張れ高橋。ガセットで1です。 1? それはホームランにしろだよ。さすがにまずいな。さあお前のストレート効くのかなと。伸びいいのストレート見したれ。投げました。おいいよ、サイドボール。第2球ナックル1個しか持ってないってのが怖い。これ打ちました。ちょっとジャーブ、うわー、後ろは任せろ太田、かっこいいね。後ろは任せろはかっこいいんだけど、打たされすぎだよね。打たれすぎだよな、お前ちょっと真に。はい打たして取れー。ナックル打たれてたからね今。第9ナックルボール打たして取れー。よっしゃ、140キロ、いい球。まあこの急成長でね、だいたい1試合で 2-3 スタミナがんだよね。投げました。それがでかい。早くエースになって、お前も総局のあれになるかもしれないぞ、この甲子園で。そうだね、さすがに無理か。いやさすがにきついけどなってほしいよな、本当はな。あんな練習しなきゃ今やっぱうまみねえんだけどな、そういう形って今はちょっと全体的に弱いからな。さあナックルボールで打たし取れ。第5球投げた。ストレート、セカンドは強いぞ、キムユーですよ。あ、いや、いいじゃん高橋。甲子園でもしっかり抑えられてる。東が出番ないなって思ってるよ。東でも今日もね、奪三振13。え、13？ 今日こそついてくれ。えぐっ、いつだったら俺たちは 5% を引けるの。奪三振つく可能性は、奪三振10以上の時 5% の確率で試合後につきます。さすがにこれガチャガチャだったら、まあ、ちょっとはエスリア出るよ。投げた。いや、いいね、打たせとれ、ナックル。おいおいおい、高橋は普通にいいピッチャー。それは天才ですから。なかなか当たりだと思うよ、140キロナックルボーラー。ナックルは強いから栄冠ない。完成形がどうなんだろうな。ナックルがどうなって、変化球がちゃんと覚えられるのか。ナックル1個じゃ無理だろう。ナックル以外の変化球こいつ投げられるのかな。ナックルボーラーって他の変化球も投げられるのかな。うまくシュート投げられるのかな、ナックルボーラー。宮園がやばいですね。2試合連続ヒンダだな。三浦もやばいですね。ちょっと東のおかげで勝たさせていただいているもんだもんですからね。東まだ甲子園来てから1点も取られてませんね。おおすごい、1試合やって。さあどうだ、高橋が弾道が掘り上がった。高橋5上がった。 5! これが打たせて取るの力かな。 5! えぐ、そんな F がさ5上がるんじゃなくて B が5上がる。やば、そんな上がる、これが天才か。1回しか投げてないんで、スタミナそんな上がる。確かに。あと堀が弾道4になったんだけど、なんでやねん。さあ次の相手はどうだ。そろそろ強敵が来てもおかしくないな。大都会高校は久しぶりに来ますかね。大都会が来たところで今はもう岡戸違いだよ。もう秋に粉砕しただろうが。堀また今弾道上がったんだけど、弾道の経験値ということはもう4なんだけど。反り返るんですけど、わおわお、見え見え。前評判は S、 これ強いね。次が鬼門ですわ。ちょっと鬼門かな。